ホープスター ON 型 4WD は、ホープ自動車が1967年から1968年まで発売された四輪駆動の軽自動車である。ホープスター ON360 とも呼ばれる。現在、日本に現存する車体は2台だけである。企業体力の制約から本格的量産化は実現しなかったが、軽自動車規格の四輪駆動車というユニークな コンセプトは鈴木に引き継がれ、鈴木ジムニーとして量産化が実現した。このため、ジムニーの原型というべき存在とみなされている。当時の軽免許で運転できる四輪駆動を不正地用万能車として開発された。ラダーフレームであり、三分割で作られたボディは、ほとんど手作業で作られたものである。ラダーフレームの上にエンジンを高く搭載することで、 アクロでの高い走破性を実現している。エンジンは三菱重工業製の ME24 型空冷にサイクルエンジンを搭載した。また、駆動部は三菱自動車系のものが多く流用されており、リアアクスルはホルト1000のものを、トランスミッションはミニカのものを流用している。駐車ブレーキはトランスファーのセンターブレーキとリアのホイールシリンダーを、 手動で制動するもののに系統をある。タイヤはジープと同じ6.00から16インチを採用した。ホープ自動車は自動車修理工場主から身を起こした小野忠資料が1951年に個人で創業した新興企業であり、1953年に軽自動ミワ社ホープスターを発売した。その後家ミワメーカーとして台頭し、 一時は、慶応と三輪の分野で、大発工業や東洋工業と肩を並べる存在となった。しかし、エンジンを自社生産せず社外性に頼っていたことから、富士自動車から供給されたエンジンの強度不足問題が経営に影響を及ぼし、1965年に自動車の生産から撤退した。その後、経営規模縮小と、 遊園地の遊具生産という新しい日地ビジネスへのシフトで経営を立て直したホープ自動車では、再び自動車の生産を目指し、社長の小野忠資料が発案した、軽免許で運転できる四輪駆動を不正地用、万能車を開発した。それが、ホープスター ON 型 4WD である。1968年8月15から16日には、富士山において、性能テストを行った。 リアタイヤをダブルタイヤとしてチェーンを巻いた車両で5合目まで登ることに成功した。この時にはすでに鈴木への譲渡契約が締結されていたため、このテストに鈴木の技術者が同行している。1967年12月に販売を開始した。主に山間部や積雪のある地域での医師の応診用などとして販売された。 三菱から購入したエンジンの台数から100台ほど生産されたと考えられている。そのうちの何台かは商社が買い取り東南アジアへ輸出された。カタログや販売促進用の 8mm フィルムを作って販路も広げたが売れ行きは良くなかった。結局ホープはこのホープスター ON 型 4WD を最後に自動車生産から完全に撤退することとなった。なお、 ON360 の品質や商品性について、四輪駆動車専門雑誌、4X4 マガジン、クロスカントリービーグル編集長であった自動車、評論家の石川祐一は、ON360 は、ひどい内容で商品としては成り立たなかった重要法案部品に構造的な欠陥がある設計と断じている。石川はかつて現存する ON360 を、 取材のため数ヶ月間預かって使用したが、判明した限りでも次のような欠陥があったという。自社での生産を諦めたため、この車の製造権の売却をエンジン等の供給メーカーである三菱重工業へ打診した。しかし、三菱はこれを断った。そのため、小野は製造権売却の話を鈴木自動車の東京支社へ持ち込む。この時の責任者が当時常務で、 小野とも以前から進行のあった後の鈴木会長、鈴木治だった。鈴木は小野の話を聞いて、軽四輪駆動車に興味を示し、約1200万円で製造権を買い取ることを決断した。1968年8月6日に製造権上と契約が結ばれたが、この時、設計図に加えて、鈴木製キャリー用エンジンを搭載した ON 型4。 WD を5台納入するという条件で行われている。この結果、ON 型の基本コンセプトを踏襲しつつも、全面的な解説系によって1970年に誕生したのがジムニーである。ただしこの台数には、すでに自動車部門を、ほぼ整理縮小済みであったホープの絶対的な生産能力から疑問もあり、三菱製エンジン車15から20台。 鈴木製エンジン車3から5台程度とする説もある。石川祐一、LRRR 修理の日々、オールドタイマーナンバーワン432015年8月号、P134。ありがとうございます。